京投資クラブの山口と申します。今日はですね、最近、不動産を購入したんでどこをリフォームするかっていうところをですね見ながらですねお伝えしようと思います。まずここが玄関ですね。まあ全体的に天井も、周りの壁ですね、壁も、まあ、張り替えということでここ絨毯をですね、剥がしてクッションフロアで十分かなと思うんですけれどもやってみたいと思います。ここの洋室ですね、洋室、まずここの絨毯をまず剥がしてタイルカーペットをね、敷き詰めていこうかなと思います。まあ、ここもですね、基本は天井そして壁紙もですね、張り替えということになります。まあこん中とかは特にね、まあ大丈夫ですね、問題なし。で和室ですね、ここも和室の天井そして壁紙、これ壁紙なんでこれを剥がしてっていう感じ で畳は表をですね変えるっていう感じでやっていこうと思います。襖っすよね、襖は全部張り替えになるんじゃないかなって思います。これ事業者さんにやってもらおうと思います。畳の表替えと襖は業者さんにやってもらおうと思います。じゃあこっからですね、キッチンの方ですね。まあここは清掃とここクッションフロアですね、あとは壁紙を張り替えて天井ですね、天井も張り替えたいと思います。こっちが洋室の2ですね。ここもですね基本はもう天井と壁を張り替えて、これをどうしよっかなって思うんですよね。塗って終わりみたいな感じでしよっかなって思うんですよね。まああのペンキで塗っちゃえばいいんじゃないかなって思います。じゃあ洋室3ですね。まあここもそうですね、絨毯、これもタイルカーペットをね敷き詰めて、それで、まあ、壁紙をですねこう変えていきたいと思います。で和室ですね、まあ僕障子貼れないんで障子誰かに貼ってもらうのと、あとはここの襖っていうのを全部、貼り替えてもらって、この畳の表替えですね、まあ若干こういうところはちょっとヤスリで削って綺麗になればそれでいいかなって思います。まあサンドペーパーで削る程度でいいんじゃないかなって思います。まあ、ただちょっとね薄めに色を塗るとかでもなんとか対応できるんじゃないかなって思います。洗面所、こんな感じになります。まあ正直ねこれはそのまま使っちゃっていいんじゃないかなって、まあ、これをなんかちょっと変えるかもしれないです、もしかしたらここの部分は。でそうですね、洗濯機置き場、まあ、洗濯機置き場はもうこのままで全部壁紙を変えるって感じで、このガスがですね、1999年だからもう20年以上前なんで、まあ、交換ですね。でお風呂場、まあこれもちょっと電気ガスが明日からじゃないと通んないんで、まあ基本清掃のみになりますけど、ここの部分は変えてっていう感じで交換して、で、まあ、これが使えなかったらちょっと交換になります。まあトイレは、まあ、汚いんでこれはもう、交換になります。で床も交換ですね、で壁紙も交換っていう感じです、まあ、っていう感じで全体でねいくらぐらいかかるかなって感じなんですけれども、まあ、壁紙だけで5万6万自分でやるんで6万円ぐらい、タイルカーペット代で5万ぐらいで、便器交換で6万、ガス交換で10万、襖とか障子を変えるっていうと、あと畳の表変えるってことで10万っていうことで、まあ、全部でやっぱり50ぐらいは取る、50ぐらいは考えていくって感じですかね。まあでもこのくらいで50万で済めばいいんじゃないかなって思います。今回100平米っていうことでね、かなり長期間になりそうですけれども、まあ楽しんでですね、リフォームやっていきたいと思います。
じゃあいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。